海なのね、もうそこが海だやばい、海じゃん、海じゃん、海ちゃん、海ですね。お互い取り合う、食べ物取り合うず。広島はでもほら海で育ってる人間なんで。私もですよ。もう海はもう俺のもんですね。ちなみに私ジャイアンか日本海なんですけどね。可愛いや。昔は相模湾です。湾です、ね。漁場から食卓まで。とうとう食卓までのエリアですね、ここは。なんかこの流れすごくない？だって取られて食われるまでってことですか？そう。そう、なんかなかなか、なかなか現実。マジすごい。郷土料理です。あ、今シモツカレーって何って聞いたら教えてくれなかった。知ってます。シモツカレー、シモツカレーですか。ダメだ、そうだよね、そう聞いたことはある。お魚、魚で、ちっちゃい魚。へえ。なんすか、これ郷土料理。神奈川県ヘラヘラ団子らしい。何時ヘラヘラ団子知らない知らないんかい。ヘラ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 。地竹はめっちゃうまいですよ。富山県ずるくないですか。わかりやすい。わかりやすい。ブリ大根をさ、我が物顔でここに書くのどうかな。日本の知ってるしみたいな。あれ県民性、こっちの方がそうじゃないですか。え、店に来るのは名古屋県ですよ。まあ、でもなんか、もう質問しもまあ、ね、うん、名古屋って。ブリ大根は。ブリ大根はなんか普通世間一般じゃないですか。ご家庭に出る、どこのご家庭でも出る料理を若者顔。イキリ団子、イキリ団子か。イキリ団子。こっちはヘラヘラするし、こっちはイキってるしみたいな。あ、クッキー奈良だっけ。奈良、宮そうめん。竹の葉寿司と、竹の葉寿司あるよ。宮そうめん、桜井。うまそうだ。あ、なんか匂いが。すごい。うーわー。やば。突然のアジアなんだけど。アジアの多い映えから多い映えから、すごい、すごいって行き止まりで、行き止まり、葉っぱ触って、そうそうそう、なんかモーマンがやったらさ、可愛いのにさ、私がやったらさ、身とか探ってる感じになるさ。いや、もう比較してこそういうの、どんどん取る人を取る人を取る。ちょっとたくさん久喜田さん取ってあげてください。お願いします。ちょっと久喜田さんを取ってあげてください。さあ、ブレないでください。本当が合わない、ひどい、ひどい、ひどいよ。やめてよ、やばい、このビフォー、それさんに全面の意見を与えます。やばくない。オットセイからのなんか猿ですか。全然ピンかわいい。桃井とそれがやばい。ほら見て、そうだね、もう幻想的な、うん、感じ、安さ的な感じ。幻想と安さです。いやー、こっちがやばい。いや、こっちも大概よ。もういいじゃん。
こっちはこっちでつつかれて超こっちでもあいつやったら出てんね。なんでそんなに攻撃してんだろうね、このティアノさんは。みんなで様子見に怖いよ。どうもどうも。全世界の